経済産業部会長の岩田でございます。内容は今関座長からお話した通りでございますけれども、昨年末から、この、PT をですね、部会のもとに立ち上げまして、精力的に議論を始めて、この取り方に至ったところでございます。さまざまな課題を網羅的に踏まえた上で、ぜひこの資源循環、資源自立経済、サクライコノミーをですね、成長戦略として位置づけたいと、このような提言としておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。